まあトマトだけでも十分ありがたいもんではあるのかな。行ってみよう。ヨヨマーン。下行って、下行って。ああ、ブブブブブ。これバネを踏んだら、ちょっと高く飛んじゃうよ的な感じなのかな。クリープ。下なんかあんのこれ。罠じゃないよね。ちょっといろいろ疑う心が芽生えている。オッケー。スリープを倒していく。お、トライフォース。やはり、いろいろな名作リレーから、オマージュがされていていいね。なんかこの頃からカービィというか、なんだろうね、桜井さんの作品は、こういう、オールスター感を、いろんなところに散りばめていったのかもしれないな。これは？あ、なんかこれも見たことがあるような気がする。ワリオランド3、不思議なオルゴールに出てきたボスに似てるって俺が思ってたやつじゃん。いたー。ギャン。懐かしいな。ワリオランド3もなんか久々にやりたくなるな。そう、動画で見た時にそういう印象を抱いたボスがいたなということは覚えてたんだけど、すっげえ雑に流し目してたから、この、どこに出てくるボスなのかとか全然知らなかったんだよね。ここにいたんだね。ヘルパーくん。痛い、ちょっと待って。意外とボムって火力が出ない。やはり、連続で火力が出せてなんぼというわけなのか。ブル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 。何ブルブルしてんのよ、あんた。来いよ。来いよ、来いよ。にゅん、にゅん。おまー。マスターハンドみたいなことしやがって。もしかして、マスターハンドの中の人って、ああいう顔なの？あ、あ。でもまあ、マスターハンドもそうだけど、なんか割と、一人遊びするときってこういうおままごとするよな。自分の手と手を戦わせるみたいな。そういう思いがあるのかもしれない。てか、妙にやりづらいな、こいつ。あれ？これ何のダメージだ？なんか手がちょうど湧いてきたところに当たっちゃったんかな。普通に困る。ボムでやりづらいのか、意外と。なんだったらいいかな。パラソルとか。パラソルだったら、下から突き上げて攻撃できそうな気がするから。ちょっとパラソルさんに頼んでおこうか。ヘルパー君をちゃんと生き残らせるような動きをした方が良かったっていうのもあったかもしれないけど。とりあえずやってみましょうか。こんばんは。あら、こ唇。どこでいい？はいじゃん。ダメか。そうか、これ。チョップした後に手を広げるから微妙に痛いのか。これパラソルが安定だな、多分。この岩も破壊できるし。そういうことかい？でもよく見たら、ヘルパーがダメージ食らってるだけっていう場面も、なんか自分が食らってると勘違いしてる時があるな。ふわふわふわ。これに対してダメージを与えたいんだけど、これが一番いいのかな？一応ダメージは入るな。チルー。大丈夫かい？痛い痛い痛い。何にしても消える直前にも当たり判定があるから、しっかりしなきゃいけないわけだ。だねー。パラソルは便利だぜ。痛い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 。意外と速度が速いじゃねえの。だが、あと少しだお前は。ふっ。パラソルアタック。うりゃあ。こういうでかいボスって大体手とか体の一部としか戦わないけど、なぜ一部分がやられただけで死ぬんだろうな。やっぱりそれだけ大事な部位なのかもしれないな。実際人間も体の一部、どっか、ねえ、もうこれ以上は生存できませんみたいな感じにボロボロになったら、そりゃ命に関わるもんな。あまり甘く見ちゃいけないのかもしれない。あるいは中ボスクラスだとそういうのがもう普通にあるとか。あれ。ラスボス級になるとなんかその後第二形態があるけどみたいな感じなのかもしれない。なんかこれ似たようなところさっきも見たような気がしたんだけど。あれ？
これって、いっちゃん最初じゃないの？洞窟の最初に帰ってきた？あれ？もしかしてこれって？これで一旦お帰り遊ばせてやったら、あ、そういうこともしかして。これ、ラスボスが奥にいて、そいつを倒して、はい、ちゃんちゃんで、じゃなくて、やっぱり帰ってこないといけないのか。ちゃんと読んでなかったもしかして俺が説明を。そんな気もするね。奥まで行ってきたんだね。じゃあ帰ってきたから、だから全部、コンプリートおめでとうっていうことなのかな。あとはこれエリアごとになんかコンプリートのなんか証みたいなのがここに並べられるのかなと思ったけど、特に何もないな。まさか俺どのエリアもコンプリートできてないのか。その可能性もなくはないけど。あれー、でもどっか一箇所くらいはコンプリートしてそうだからな。あるいはゴールしたらなんか目安で出るのかもしれないな。一旦やってみるか。ワープスター。お、やっぱりこれで戻ってこられたってことになるのかな？ぷかぷか。おお。これがエンディングのスタッフロール的な感じになるのかな？金メダル、小判、インディーウィップ。自分が集めた分だけここに流れるっていう感じなのかな？これ一個だけしか集めずに行ったら、この金メダル、はい、終わりみたいな感じになったりするのかな。それはそれでちょっと見てみたい気もするな。結局一番高かったのは、80万のトライフォースでよかったのかな。もしかしたら途中になんかもっと高いのもあったかもしれないけど。100万ぐらいのやつがありそうだけどな。どうだっただろうね。やっぱり自分でやったことがないゲームっていうのは動画で見てたとしても細かいところ覚えてないんだなっていうのをすごいよくわかるな。なんか遊んだことのあるゲームをさらに別の人がやっている動画を見たりすると、あー俺がやった時はこういう感じでやってたよなみたいなと照らし合わせて結構まじまじと見ちゃうから、なんというかその記憶が結構ねしっかり残るんだけど、やってないゲームを他人がやってるのを見ると意外と自分でやった時に覚えてねえもんだなっていうことを改めて実感しました。それはともかく、これで戻ってきたら、こんだけ集めました。おめでとう。はい、次のモードもやってみようね、みたいな感じになるのかな。まあ、コンプリートしなくちゃいけないゲームっていうわけじゃないだろうからね。コンプリートできたら、よかったねっていう感じなんだろうけど。当然、一通り遊んで、次のゲーム遊ぶっていうスタイルの人も多いだろうから、コンプリートせずにね、このゲームを終えるという人もいっぱいいるでしょうし、そういう感じなのかもしれない。おー、トータルが、これは593万でいいのか。全部集めたら綺麗な数字になるのかな？おお、普通に戻ってきた。なるほどね。ってことはこれ、全部集めきって戻ってきたら、なんか特別なエンディングがあるっていう感じなのかな？そんな気がしますね。ここまでで、春風グルメレース、ダイナブレイドと洞窟大作戦とやってきたわけですが、銀河に願いをが解放されていないのは、メタナイトの逆襲をやればいいのかな？うん。ということだと思います。あとはメガトンパンチか刹那の見切り。こっちはミニゲームなんだよね。なんか本当に、すっごく短く終わるような感じの。グルメレースよりもさらに短く終わるモードだと思うので、これをやったら増えるのかどうかわからないけど、まあこっちも後でやっておきましょうかね。うん。なるほどね。とりあえず勝手は分かったので、また次回以降、洞窟大作戦の続きをやって細かい取り逃しを集めて、できればやっぱり全部集めてクリアしたいな。なんとなくね。カービィはそれがして楽しいゲームだと思うので、また60個集めてクリアしたらメタナイト逆襲と、まあこの辺もちょろっとやって、で最後になるのかな、銀河に願いをもやっていくという感じの流れにしていきたいですね。はい、ということでギリがいいので今回はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。